VTR ビートオン。今週のニューヨーク探訪記はこちらから。はい、ということでやってきました、ここね、はい、マンハッタンですけども、はい、どちらの交差点になりますか。こちらね、レキシントンアベニューと103ストリートですね。はい、はい、ここのね、今見ていただいた教会なんですけど、はい、こちらは、はい、あの、はい、我々の大好きな、はい、ジギーのね、スイートアップが収録されたところで、うん、何か思い出とか印象とかありますか。そうですね、ここを来て思ったのは、ジギーの曲で PV 見たら分かるんですけど、ラルフの曲、ね、僕らの衣装もこれやっぱりサンプリングさせてもらって、いろいろやったり、あと踊りでもね、当時ビデオで渡してもらっても見えないんですよね、だけど見える範囲でこの振り、この振りね、はい、そして一番有名なのがこの、はい、トスイットアップというだけにね、ラグビーのこうトスを出してるという感じの、はい、印象の振りが多いですけど、1992年なんで、もうまさにね、はい、ミドルスクール、時代の、ダンスブームのね、火付け役となった彼らのね、曲がここに収録されたということで、ちょっとね、改装はされてるみたいですけど、はい、壁をね、バーンとぶち破って出てきたりとか、はい、マンホールの中から出てくると、はい、ね、そういうとこもちょっとこう、あそこだなとかね、見ながらね、面白いかなと思うんで、ぜひね、来たときは皆さん、ここでワンムーブしてから行ってください、はい、ぜひ踊ってください。はい、この後レジェンドダンサーミスフィッツのピーカーブーさんと音楽プロデューサー EQ ノックさんにインタビューすることができました。はい、ということで今回ニューヨークスペシャル特集ということで、はい、なんとピーカーブーさんに来ていただきました。拍手、イエーイ。 If you don't know me, now you know me. I'm Messiah Peekaboo, the creator of the Misfits, the family man, the original. There is no other. I don't know what else to say, but ありがとう。日本の印象についてお聞かせください。 Well, y'all know I told y'all I was from North Carolina. It's my first home, second home in New York. To me, Japan is like my only international home. You know, like it's the first place that I, you know, when I first went to Japan in the 90s, like it was crazy. I got off the plane, they were there, I'm like, what the heck is this? Then we went to the club, they were crazy, and I'm like, what the? Is this real? It's like, to be honest, my first trip to Japan, I cried walking in because I've never been that humbled in my life, you know? So for me, Japan is my, it's like my second home. Like, of course, Tokyo, shout out to Bobby and Zoo, my people, you know. Supreme Goodman, you know what it is, you know how we build out there, and you know, I think Japan as a whole, you know, all the cities that I've been to, and I've been all over, I've been to the mountains and everywhere, I have to say that if ever there's a second home for me outside this country, it would only be Japan. It could be never another country. Japan's number one for me, Ichiban number one, you know. 続いては、
ここねニューヨークに来た時はいつもねコーディネートしてくれてる、はい、イキュノック君来ていただきました。拍手。はい、ということでね、いつもねこうやって皆さんの通訳をやっていただいたりコーディネートしていただいてるんですけど、実はね自身もいろんなね活動していただいてて、4年前にねインタビューしたんですけど、まあ、その後のね、活動なんか聞きたいなと思いまして、なんかアリシャ・キーズのリミックスをされたというか。そうですね、アリシャ・キーズのインカメンっていう、アリシャ・キーズの最近のシングルなんですけど、それのハウスリミックスをやりました。僕の Facebook からダウンロードできるんですけども、そうですね、Facebook からダウンロードしてください。Facebook に行けばダウンロードができると。なるほど、みんなしましょう。はい、BeFiTV。 実は今回のインタビュートークピーカーブーさんに20分以上喋っていただいたのですが、一部しか放送できなくてすいません。また機会があれば公開トークとして紹介したいですね。それでは最後にタイムズスクエアでのダンスセッションご覧ください。はい、ということでね、今回もね、ピーカーボーちゃん、レジェンドダンサーね、登場していただきましたけども、どうですか、あのタイムズスクエアで一緒に踊った感想。いや、もう、ね、レジェンドダンサーと一緒にあのすごいタイムズスクエアで踊って、はい、皆さんと踊れたことが、とてもめちゃくちゃ楽しかったです。そうですね、なんかあのテンション高めに一緒に踊ってくれるんですけど、やっぱりそれが一番嬉しいかなと思いますね。そうですね、はい、もノリでね、うん、お前ら踊ったら一緒に踊るよ。そうですね、はいはいはい、踊れたんで、はい、本当に気さくなね、いかがでしたね、はい。